どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、皆さんにですねマジで謎のワンキルをですねお見合いしていこうかなと、思っておりまして、何を活躍させているかっていうとですね、あのサムネイルにもある通りですね、バーバリアンキングっていうモンスターを皆さんご存知でしょうか。バーバリアンキング、筋肉質なね、このなんかあのバーバリアンモンスター今いるじゃないですか。バーバリアン1号とかバーバリアン2号とか、あいつの、まあ、王様っすね、王様、バーバリアンの王。これですね、まあ、本当によくわからん効果をしていまして、一旦に一度、自分のフィールドの専属モンスターをなんか好きな数リリースして、でリリースした数だけなんかその攻撃回数が増えるという効果を持ってるんですよ。だからまあ2体リリースすればまあ3連打できるっていうことなんですけども、このモンスターで今日はワンキルを取っていきたいと、思っておりまして、まあ、どうやってやっていくかっていう、あのね、これね、なんか遊戯王ウィキに書いてあったんですよ。なんかおもろそうだなと思って、あのジャンクアーチャーっていうモンスターいるじゃないですか。これ新しく追加された、あ、勇者の魂のカードで、7神経路で地属性で戦意速と、でこいつにトランスターンっていう、これ1個レベルが高い、なんかあの同じような同じ種族属性のモンスターをなんか、出来た特殊化するっていうカードなんですが、これを使うと、トランスターンを使うと、なんかそのジャンクアーチャーがバーバリアンキングに変身すると。なるほどなと思いまして、でまあいろいろ考えまして、じゃあそのこいつを出して、これちなみに相手のフィールドのモンスター1体をゲームから除外できるんで、これでゲームから除外すると、でそうするとガラキになるか、まあ、モンスター1体とか2体ぐらいしか残んないみたいなパターンになるので、これに粉砕して、戦術を用意できれば、戦術をリリースする戦術を用意できれば、あ、まあ3300の3連打みたいなことができるじゃないですか。これをね、今日はですね、ドッペルウォーリアっていうね、非常に相性がいいモンスターこれ発見しましたんで、やっていきたいと思います。これ新コスになると、あのドッペルトークンっていうのを攻撃表示で残していくんですけど、2体、これ戦士族なんですよ。戦士族のトークンが2体出てくるんですよ、これが出てきた、ついでに。だからジャンクアーチャー出して、でドッペルトークンを2体出して、でジャンクアーチャーで1体処理して、で、まあ、ガラキになるかモンスターがの1体か2体残ってるかっていう状況にして、でトランスターン打ってジャンクアーチャーをバーバリアンキングに変身させ、バーバリアンキングのスーパーマッチを3連打をぶちかましていくと、こういうデッキとなっております。でバック除去を、比較的に多めに積んでおりまして、まあ、一発屋デッキなんで、ね、こういうのはバックに阻止したのが一番イラつくんで、一発屋デッキとしての、まあ、使命としてバック除去5枚っていうね、そして、まあ、一応ねデーモンの斧、これなんで入ってるかっていうと、ワンチャンなんかそのジャンクアーチャーだけでもワンキルできるんですよ。そのジャンクアーチャー出す、あの真空召喚する、でなんかトークンが2体出てくる。これトークンが実は攻撃力が400あるんですね。だから400400、2300で一応3100っていう打点が確保できる。そしてジャンクアーチャーはモンスターを除去できる。つまりですね、あと残りライフポイント900になるんですよ。だから1000上げたら勝ちじゃねっていう、そういうシンプルな発想これは別になんか他のカードでもいいです。900以上上がれば別に何でもいい。で2300に3300っていうこともできるし、あとこれね、バーバリアンキング、バーバリアンキングを4000にするとかもできるから、はい、まあ、そんな感じっす。早速ですね、謎ワンキル決めていきましょう。デュエルスタンバイ。いやーマジでクソデッキやな、これマジでクソデッキやわ。久しぶりにクソデッキだこれ久しぶりにクソデッキ。ただね、決まるとマジで美しい、本当美しいってなるんですよね。決まるとね、コンボパーツ何枚だ、ハリケーンと、ウォーリアーと、クイックシンクロンとモンスターと、トランスタンダーかな、5枚か。そんなあんの、このデッキ5枚もコンボパーツあんの、多すぎん、多すぎない、それは多すぎなんだけど。さあ何でしょうか、あのセカートはスナノケチェックしていく。チェーンはあるか、あるあるか、なんだろう、スピリッツかな。ナイスショット、とりあえずぶち込むわ。ナイスショット、あーん、はいはい、なるほどね。でレッ
ットアイズリターンオブレッドズ効果によって破壊されると墓地から出たり蘇生 OK。 これいったか、これこれこうだろ、これこうじゃん、これいったんじゃね、これこれいった説。ドッペルウォーリアー召喚で、レベル2ドッペルウォーリアー、レベル5クイックシンクロンをチューニング、集いし叫びが小玉の矢となり空を裂く新規の召喚いでよ、レベル7ジャンクアーチャー、そしてジャンクあドッペルウォーリアーの効果そしてジャンクアーチャーの効果、フィールドのモンスター一体を選択しゲームから除外していく、そしてということでありトランスターンの効果発動、持続性戦士速レベル8のモンスターをデッキより特殊召喚、そしてバーバリアンキングの効果発動、バーバリアンマッスルフォームスキル発動、噴水だパワーで押し切る、くらえ耐性、ありがとうございました。謎すぎるコンボ炸裂、よくやったぞ筋肉マン。なんで俺さこの時期にさバーバリアンキング使ってんのマジで謎すぎるんだけど、なんでなの。あこれってことはいいぞ、これあとはドッペルウォーリアを引くだけか。これマジでなんでさ今さ今なんでこのタイミングで俺バーバリアンキング使ってんだよ。モーレフきついな、モーレフきついな、おいモーレフきついな。来た、あチェーンない、マジ、えマジマジっすか、チェーンないぞ、これ骨砕か、あれ骨砕だ、わかった。じゃあだってこれチェーンなくね、これ今引かなかったよ俺、あれ俺見間違えてる、引かんねえわ、いける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 、全然きつくねえ、モーレフモーレフマジできついと思ったら、こうモーレフきつくねえや。レベル2ドッペルウォーリアーにレベル5クイックシンクロンをチューニング、集いし叫びが戸玉の矢となり杭を裂く、新規の召喚レベル7ジャンクアーチャー、そしてドッペルウォーリアーの効果発動、遠くも生成しジャンクアーチャーの効果、てめえのフィールドのモンスター一体をゲームから除外していく、そしてトランスターンの効果発動、俺はジャンクアーチャーを墓地の送りデッキよりバーバリアンキング様を特殊召喚、バーバリアンキング様の効果発動、戦速モンスターを2体リリースし、このターン3回まで攻撃が可能、いくぞバトルだ、くらえコンボ振り回し攻撃ガチで謎すぎこのデッキ、いやー一発屋だねこれ、本当にいい感じで一発屋、マジいつクリボール飛べるか分かんないからこれ、このデッキクリボール飛んでこいとまで思ってる今今現状どんな心境で僕が撮影をしてるかっていうと、マジでクリボール飛んでこいと思ってる。うわー俺なんもできんこれ、どうしようかな、一応セットしようか、でターン終了するしかない、いやーちょっとですね、ドッペルウォーリアさんこれ生き残んねえ、さすがにこれ無理か、くだらねえマジでこのデッキマジくだらねえ、ドレレバーニガルマジマジかで、出たー、出たこのデッキ最強デッキ、一応説明しておこう、ドレレバーニカルはダイレクトアタックするために1000ポイント打点が上がる、そしてクリティウスの牙を装備したこのモンスターは一応のバトル戦中に3回攻撃をすることが可能。おいなんだこの天才デッキ、誰だよこのデッキ紹介したの、天才かおい、強すぎ笑った。